はい、コナンです。妖怪ウォッチプニプニやっていきたいと思います。今日はね、ホテイソンとの宝船ステージ、こちらをね攻略していきたいなと思います。まずはなるべくたくさん勝ち進めるパーティーをちょっと模索していきたいなと思います。今回使っている妖怪紹介しておきます。Sランクのヤマタン、ニョロロン族ですね。デカプニを作る妖怪、今技レベル5ですね。A ランクの電人、不思議族、技レベルは7です。デカプニを作り出す妖怪。デカプニの数がね、ヤマタンに対してちょっと少ないんだよね。2つぐらいだったと思うんですけど、なのでちょっと微妙ですね。そして SS ランクのホテイソン、まあ一応七福神妖怪ではあるんですけども、攻撃力アップとフィーバーゲージの上昇率アップということで、どちらかといえばフィーバーゲージの上昇率アップがうまく働くかなというあたりがちょっと見れたらいいなと思います。そして SS ランクのビシャモンテン、こちらは特殊能力がある妖怪、持っていたらおすすめです。 A ランクの思い出しん、ニョロロン族、技レベルは3ですね。こちらも特殊能力がある妖怪、全体攻撃です。これもね意外と使えますね。なので、まあ、うまくヤマタンと電人のデカプニでうまくね膨らんでくれれば稼げるかなと。さあヤマタン膨らみました。うん、いい感じだね。今回のステージはやっぱり特殊能力持ち妖怪がかなり効果がある。まあ僕もねまだ七福神妖怪も持っていない。まあビシャモンテンあるけどね、福禄寿もエビスも寿老神もねまだ持っていないので、厳しいって言えば厳しいんだよね、かなりね。ホテイソンはどうだろう、これ攻撃力アップとフィーバーゲージの上昇率アップなんですけども、微妙な感じ。まあ効いてんのかな。フィーバータイムに入ったらもうここはちょっとひたすらフィーバーゲージ貯めましょうか。そしてこれがね結構いい感じだよね、一発で倒せる今のとこね。そしてここも一撃か。そして電人、これが2つしか含まない膨らまないんで、まあ膨らむ大きさは大きいんだけどね。さあ攻撃力アップのフィーバーゲージの上昇率アップ、そしてヤマタンいきます。さあ膨らみました。さあ結構勝ち進んできたよね。このビシャモンテンのデカプニがね一撃で倒すことができるぐらいのパワーがあるんだよね。さあ結構15体来ましたね、かなりいい感じではないかと思います。さあ友達になってくれ。あーならず。この辺りもよくわからない、どれぐらい倒せばいいんですかね。次はホテイソンをやめて覚醒土蜘蛛を入れてみました。覚醒土蜘蛛はデカプニを作る妖怪、デカプニのサイズは7から8、まあ、まだね技レベルは1なんだけども、それでも結構大きいサイズのデカプニを作ることができるので、まあ SS ランクということもあって、まあ結構いけるんじゃないかなと思って入れてみました。これでデカプニ妖怪が3体ですね。そして特殊能力持ちが2体と、まあ、先ほどのホテイソンとどちらがいいのかっていうのが微妙なとこだとは思うんですけど、さあデカプニ、デカプニもね何が膨らむかっていうのが結構運もあるからね、微妙な感じではあるよね。さあヤマタンが膨らみそうだね、来たね。ここでうまくビシャモンテンがたくさん膨らんでくれると、お膨らみましたね。
さあ今のところ結構いい感じ。毘沙門天が強力だよね。デカプに削るだけでもう倒せるんで、そしてまた必殺技でも倒せるという。どうなんだろうね、これデカプに妖怪3体も本当はいらないんだろうね。七福神妖怪、特殊能力持ちの妖怪がいれば、まあデカプに妖怪2体ぐらいにして、まあ、あとは少し整地してやってやった方がいいのかなっていう気もするし、微妙ですね。さあ電陣膨らみました。電陣もね、今僕は技レベル7で7の電陣使ってますけど、多分ねあんなでっかく膨らむ必要ないんで、まあ技レベルもう少し低くてもいいのかなっていう気はするよね。さあヤマタン、おっと、やっぱりデカプニが結構今回のこの宝船ステージでは使えそうだよね。結構60秒の間に何回も倒さないといけないんで、1ステージ1秒とかね、2秒とかあんまり時間がかけられないんだよね。デカプニ妖怪以外はどうなんだろうね。さあ残り3秒、まだまだいけそうだね。さあ毘沙門天がスタンバってます。いけるね、残り2秒で。おっと電陣が膨らめる。さあ何が来る、おっと微妙だ。あー、ここで終了。結構行きましたね、先ほどと。どうでしょう、14体、まあ同じぐらいだね。ホテイソン持っていない人はこのパーティーもありという感じでしょうか。さああとは仲間になってくれるかどうか。あーダメか、かなり辛いねこれ。次はちょっと発想を変えて全体攻撃の妖怪を入れてみました。デカプニはヤマタン1個だけ残しました。結構ねヤマタンは使えるので、まあこれはちょっと固定というかね、いつも使っていけばいいかなという感じです。そして全体攻撃としてはラムちゃんとランマ入れました。一応ね S ランクの全体攻撃、そして技レベル3、妖怪レベルは50ということで、まあ強さ的にはそこそこあるはずなんですよね。さあラムちゃん、あーしかし一撃では削りきれないんだ。ということは一撃で削りきれる思い出しすごいよね。 A ランクでしかもまだレベル24までしか上げていないのにもかかわらず一撃で倒すことができる。やっぱり特殊能力持ちの妖怪はすごいよね。思い出しに関してはステージでゲットできるので、まあ、ちょっとね周回してみるといいんじゃないかと思います。各自ステージ1で登場してきました。僕がやってみた感じ結構な確率でゲットできました。なので、うん、まあ無駄にねあのチケット使って宝船ステージ落ちないのに周回して消耗するよりは、まあ今のイベント前半ではこの思い出しとかね周回してちょっと体力をつけておくというのも一つのね作戦ではないかと思います。意外とこの全体攻撃があんまりな感じしますね。まあ、もう少し強力な全体攻撃の妖怪を持っている人はね、まあ、入れていけばいいんじゃないかと思うんですけど、まあ言ってもでも S ランクの妖怪なんで技レベルをもう少し上げる、まあでも難しいよね。さあランマ、ランマ、さあなかなか残り9秒8秒、今回ちょっと先ほどよりちょっと倒せてないですね。やっぱりデカプニ1体だとなかなか技がループさせにくい。さあ残り1秒、あーここで終了です。さあ10体ですね、先ほどが14体だったのでちょっと渋い感じしますね。さあ懐いてくれ、あー逃げられました。
全然厳しいです。最後まで見ていただいてありがとうございます。チャンネル登録がまだお済みでない方、最新の動画が見やすくなります。ぜひチャンネル登録をお願いします。画面下のチャンネル登録ボタンをクリック。ではまた会いましょう。